い、皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。4月の29日の今日は金曜日ですね。大型連休がいよいよスタートしました。今日からお休みって方もね、たくさんいらっしゃるかと思いますが、お休みの人はじっくりと、この大型連休をお楽しみくださいませ。お仕事の方は一緒に頑張りましょうっていう感じですね。カズラジバージョンです。もう野球今日勝ちましたけども、でこの後僕は勉強しないといけないんで、今日もなるべく長くならないカズラジをお送りしようかなというふうに思ってますけどもね、さすができるかなという感じでもありますが、皆様からのメッセージ紹介しましょう。今日から大型連休スタートという方も多いんですよね。奥田雅人さんは、大前さんこんにちは、大型連休始まりは雨でした、そんな歌ありましたね。なので何年も前に購入していたビートレインショーティーの和歌山電鉄の多摩電車を作りました。多摩駅長っていたよね。猫、最近老眼が進んで大変でしたっていうね。でもこういう細かい作業って大変だと思うんだけど、僕なんか不器用なんでできないんだけどね。またあの写真載っけて送ってください。よろしくお願いします。それから、春分さんです。大前さんこんにちは、ピンボケ昨日ボケてましたね。今日もいつボケるか分かんないよ、このカメラさんは。やはり気温が関係しているんでしょうか。昨年寒くなったら復活しましたし、確かに可能性あるかもしれません。連休は山奥にある会社所有の宿泊施設にエレアコを持っていこうと思っておりますということを。山奥にある、会社の保養所ですね。いいですね、大企業は。エレアコ、どんなエレアコなんでしょうか、また教えてください。ありがとうございます。今日今のところまだボケてないよね。ボケると叩くぞっていう感じなんだけども、その叩くで広瀬さとしさんは、機器を叩いて直そうとするところが昭和ですねっておっしゃる通りだよね。冷蔵庫や洗濯機は叩かれないのに、ラジオやテレビの精密機械の方がよく叩かれるのはなぜでしょう。うちだけですかねっていう。もううちはね、昔洗濯機叩かれてましたよ。まあ冷蔵庫とか洗濯機ってどっちかというとモーター系でしょね。とまたちょっと違うんじゃない。モーター系の方が叩いた方がなんか動き出しそうな気しない？車とかね。ありがとうございます。そう、叩くのがね昭和だわね。でも昔ってそうやって治った場合もあるのよ。治る場合もあったんだよね。それからですね、大型連休の過ごし方様々です。谷健さんは、ついにゴールデンウィークです。私は今日は京セラで初観戦。あ、よかったですね。ナイスサヨナラゲーム。明日からはいよいよ妻の待つヨーロッパへ旅立ちます。1年7ヶ月ぶりの再会です。いいね、ロマンティックですね。ありがとうございます。日本でカズチューブを聞くのは今日が最後になるかもしれません。海外でも聞けますから、はい。エンジョイ。それから、ちゃんかがさんです。ゴールデンウィークの予定ですが、天気もいい予報なのでウォーキングしようかなと思ってます。いいですね。予報が外れて雨が降ったら諦めますということね。いいね、ウォーキングね。楽しんでください。今頃の北海道爽やかでしょうね。いいな、桜も咲いていてね。ミーポンさんです。カズラジバージョンありがとうございます。山本純子さんの歌声素敵ですね。昨日ちょっとあの日に帰りたいのを口ずさんだんだけども、その時にそんな話しましたね。なんかすごい、なんか音が安定してる、あの声すごいね。はい。美しい声量が心地よいですねっていうことですね。カメラさん笑い、叩けば治る。そういうことです。のび家のテレビですかねっていうね。まあ昭和だねこれもね。それからアツさんは口ずさむ曲のお話をされていましたが、僕は J スポーツのテーマ曲をよく口ずさみます。ヘビーウォッチャーさんですね。ありがとうございます。
今年で言うと東京スカパラダイスオーケストラさんの開催を叫ぶ時ですね。いいですね。毎試合見ているとついいつの間にか自然と歌っていることが多いです。僕はあの曲がかかってくるとなんか喋んないといけないというなんかそういう観念に襲われますね。あれなんか喋り出さないといけないのかなとかハイライト始まるのかなっていう感じになりますもんね。はい、職業病です。それから琉球のりたちさん、そうだ今日京セラお見えになりました。いよいよ大型連休始まりますね。久しぶりの関西楽しみたいと思います。準備しないとっていうこれ昨日の段階なんだけど無事に疲れました。京セラお見えになったんですね。よかったね、ありがとうございました。いい試合でよかったですね。はい、ラトンさんは、函館初日泊まったホテルがオリックスグループでした。さすがどこにでもある何でもやってるオリックス。そうだね、関西は空港3つともオリックスだからね。伊丹、関空、神戸。ところで昭和は遠くになりにけりと言いますが、昨年和田アキ子さんの曲が、一昨年は鈴木雅之さんの曲が若者にヒットしているので意外と昭和と令和の、昭和は令和の近くにいるのかもしれませんよ。そうかな、一周回っただけでしょ、遠いよ。だって全然違うもん昭和と今の時代。だってさ曲一つにしてもさ感性が違うじゃない。昔は遅れます、そこの待ち合わせ場所に遅れるっていう時に、伝える手段がなかった。だからそれは待ってる方は来るものと信じて待ってるし、もう遅れて向かってる方はもう一刻でも早く行かないとと思う、そんな焦る気持ち、そういう気持ちを表した歌とか曲がいくらでもあるけど、今そんな気持ちが分かるはずないじゃん。令和と昭和は全然違うよ。はい、ありがとうございました。一周回ってだよそれ。それからチョビ五一さんは、今回は終始ピンボケってましたね。そうなんだよね、叩いたら治る昭和のテレビが懐かしいっていうね。本当叩いたら治ってたのがすごいよね本当にね。マザーズタッチみたいな感じになるのかな、叩くなよじゃあって思いますけどもね。昭和から平成そして令和、気がつけば3つの年号を渡り歩いてる私、 Me too ですよ。年を重ねてきた実感がふつふつふつと湧き上がってきます。そして令和の時代が終わる頃、自分もこの世からいなくなるのかと思ったら残りの人生を悔いのないように生きなくてはと改めて決意。一緒だね。ということで、今後もオリックさんの応援に全力を注いでまいりますという、ありがとうございます、はいね、全然絶対に今の若い子に昭和の気持ちが分かるはずないんだから。そうでしょ、だってさ前も言ったけどもさ、女子の家に電話かけるときに女子が出なかって、お父さんが出たときにどれだけビビるかっていう時代を僕ら知ってるわけですよ。今携帯とか LINE でとか、その気持ちと機微が令和の人間が分かるかっていう話ですよ。近いはずがないんだよ。近くにも寄ってきてほしくないの僕はと思います。昭和は昭和の人間で楽しもうよというなんか心の狭い感じが僕は好きなんだけどもね。はい、ありがとうございます。それからひで救急さん、コメントを採用していただき嬉しかったです。いつもは紹介しませんよ。昭和の日、昭和生まれの私は平成令和と3つの時代を生きていますよ。さっきと同じようなコメント。子どもの時にはまさか3つの時代をまたぐとは思ってもなかったですね。そうだね。明日からの大型連休、普段は来られないファンの方々も京セラに来られると思います。そんなファンの方のためにも、もちろん地元ファンの方のためにもいいゲームを見せてほしいですね。私も土曜日現地観戦です。あ、お待ちして申し上げております。ありがとうございます。ということで、そうだね、本当まさかね 3つのこの言語を渡り歩くとは思わなかったね。だって僕らの昭和に生きた僕らの時代で、昭和の、まあ、戦前の人もまた違ったでしょ。でその先の大正の人も違う、明治なんて言ったらもう大昔の人っていう感じがしたもんね。それが僕らは今その令和の人間から見たら明治生まれみたいなもんだもんね。恐ろしいね本当に。
それは頭固いって言われるわ。ヤマッチョさんです。大型連休初日のユーミンの飛行機雲でも口ずさみながら陽気に仕事でもするかなと思っていたら突然の暴風雨、華奢な女性スタッフが飛ばされそうな姿を見て脳内では TM リボリューションのホットリミットにオートチェンジャーのごとく切り替わりました。今宵も開催を叫ぶ時をご機嫌に聞いて一日が終われますようにということで、そうだね、ありがとうございます。それから、ドリームスカムトゥルーさん、こんばんは。私はどちらかといえば歌詞が気になるのでユーミンの曲は歌詞にものすごく惹かれますってこと。言葉の引き出しが多いなと。そうだね、皆さんのコメントを読ませていただくと、ゴールデンウィークはお出かけされる方がいらしていいなと思っています。私は土日以外は出勤です。経理なので月初はなかなかお休みは難しいです。ああそうなんだね。もう16年ぐらいは連休はしていないかな。大前さんのカズラジを楽しみに頑張ります。で、このね、このドリームスカムトゥルさんのこの大前さんのカズラジを楽しみに頑張りますって言ってくださったんで、今日撮ってんの。今日本当はもう、通常バージョン撮って、談話バージョン撮って、お便りバージョンやったから、もう今日やめようかなと思ったので、ね、本当はね、このカズラジバージョンもうやりましたよ。もう、聞いてくださってると思うと頑張ってやります。ありがとうございます。僕はこのカズラジの方が大切にしたいんでね、個人的にはね、ありがとうございます。てなわけで、今日も全部ご紹介できませんでしたが、もう日付変わって、まあ、土曜日なのよ今ね、もう0時30分になろうという時間帯なんで、もうそろそろ、今日のデータつけたり、今日はできれば2時ぐらいには寝たい。最近ちょっと寝不足なのよ。で、来週が恐ろしいのよ僕は。来週の10日間をどうこう切り抜けていくのかっていうのが僕のテーマね。今日は喋ったんだけど、明日明後日は実況田中大輝大輝くんなんで喋んないでしょ。で、月曜日は車屋さんに1ヶ月点検を持って行って、リコール持って行って、でその後、福岡に移動して、カースイとオリックス、ソフトバンク対オリックス喋って、木はタマスタ筑後でソフトバンク対中日の2軍戦ウエスタン喋って、で終わってデゲム帰ってきて、金土日3連戦京セラで喋って、で月曜日は今度あれだね、週明けて今度火水木と今度東京に行ってメジャーリーグでしょ。この10日間をどう、切り抜けるか。10日間で9試合喋る。今日みたいな叫ぶ試合が多くなると声は持たないね。持たないことはないんだけど、声は持つんだけどね、持たせますよ。それぐらいで声が出ないようじゃダメだということで、あ、そう、声が出ないと思い出したけど、そろそろラジオリやりたいな。まあ連休終わって5月の終わりぐらいに提案してみようかなと思ってますんで、その時は皆様後押しよろしくお願いします。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。今日ワンコが2つ並んでます。じゃあね。